ケニチです。第7回飲み生ライブでいただいた皆様からいただいた写真をこれから紹介するぜ。これだ。サンコさん、おお、すごいじゃありませんか。白ワインに、生ハムメロン。で、この、お皿。お皿に、で、この敷いてるやつ。下、敷いてるやつね。引いてるやつか。引いてるやつだ。引いてるやつに、で、これからこのフォークナイフで食べると。パソコンで生ライブを見ながら。すごいじゃありませんか。まあ、この生ハムメロン。この生ハムメロン自体はちょっと真似させていただきます。後日いつか絶対しますんでね。で、白ワインと生ハムメロン、またいつかしますんでね。その時はまた、サンコさんの真似だったということで、ご了承ください。はい、ということで、ケニチ賞おめでとうございます。もうね、なんでケニチ賞ってね、もう全てケニチ賞にしたいぐらいなんですけども、なぜかね、初めにケニチ賞ということでしてから、クロノさん、初め第1回クロノさんから始まって、それからなんかこうずっと続けてるっていう感じなんですけども、本当にこれはあれですよ、もうケニチが勝手に独断と偏見で選んでます。もう勝手に選んでます。もう別に偉いわけでもないですよ、別にね、偉いわけでもなく、もう勝手に選んでますんでね、本当に申し訳ございませんでした。懲りずに第8回生飲みライブも、参加していただいて、コメントいただいて、で、写真送ってください。写真、何飲んでるか何食べてるかもう、なんか顔写していい場合はね、顔写しても OK ってこう入れてください。それでね、そういったら、それなかったらね、顔出しなかなか難しいんでね、顔出し OK よとかね、もう目だけ隠してるとか、もうそんな何でも OK で、よろしければ第8回はもうバンバン参加していただき、で、いろんなもの写真ください。で、コメントの方よろしくお願いします。で、チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録よろしく。下の概要欄か、この辺に登録ってあるでしょ。アカウント作るのはダメなんですけども、アカウント作った後に登録よろしくお願いします。もうね、チャンネル登録が増えていくとね、ケニチすごくハイ気分になりますね。ハイ気分になりますね。よろしければお願いします。でも、とりあえず次回の生ライブは7月の31日晩の8時日曜日ですよ。たくさんのご参加お待ちしてます。次何を食べようかな。まあ